はい、ちびしーしー .net に移植する第24回を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今回は、サポートゼロ IT ファンクションデフィニションということで、いよいよ関数の定義ができるようにするっていうところですね。で、例によってテストコードを見ると、このように今までいきなりステートメントブロックがあったんですけど、ついに、なんかイントメインと書かせるということになりましたね。なんか いよいよ C 言語のソースコードっぽくなってきた感じですね。はい、じゃあ、テストコードとしては、そのまま移植すれば良さそうですね。 あと最後にあれですね、これが1個別に追加されてるんですけど、イントメインだけではなくってイントリット3人みたいな感じで別の関数も定義できるようにすると。いや、これ CIL に落とすときにはいろいろ盛りだくさんな気もしますけど、まあこの後すぐに見ていけるなと思うのでやっていきましょう。まずはこれをそのまま、コピーしますね。例によって、はい、テスト SH のこうですね。はい、OK です。で、じゃあまたヘッダーから見ていきましょうか。ヘッダー、まあでもそんなに変更点はないですね。関数の定義を識別できるファンクションという構造体に、NEXT を持たせてますね。これリンクリストでこう数珠つなぎに定義をつなげていってると思うんですけど、今までのやつもみんなそうですね。AST のノードってこうツリー状になっていて、親要素に対して N 個の子要素みたいな感じに なったりするんですけど、このチビ CC では同時にシブリングですね、要するに兄弟関係 のものを持つことができて、でそいつらはみんなこの NEXT っていうフィールドでリンクするみたいな、そういう構造になってるんですね。でファンクションは今までそれがなかったんだけど新たに追加している。この理由は多分先ほど見たテストコードの最後の、関数定義が複数持てる、このイントメインとこれの他にイントリット3人というのを複数も持つことができるっていうことを実現するために、これはなんかシブリングとして扱うみたいな感じになってるんじゃないかなと思ってます。ちなみに僕はこの連載というか、配信は、ドットネットに移植するときに難易度が高そうだったらそのことについてだけ予習をしていて、あんまりなんかチビ CC の構造自体は予習してないというか ほぼ見てないんですよ。毎回ぶっつけ本番でやってるので、まあ、なので今ちょっとと思いますという曖昧な言い方で言ったんですけど、まあそういうことじゃないかなというふうに想像していると思ってください。詳しい解説は他にも多分やってる人いると思うんで、そういう人たちをお任せします。であと、ネームが追加されてますね。これは関数名がメイン以外にも必要になるからってことかなって気がします。それであとはヘッダーの方は型にパイファンクが追加されてますね。これどういうことなんだろうな。関数ポインタ型とかを表現するために 何がしか型は必要かなと思ってるんですけど、今関数ポインタ扱ってなかったような気もするので、ここにちょっとある意図はよくわからないですけど、将来のためか何なのかちょっとわかんないですね。で、ファンクションタイプを実現するために、ファンクションのか、ま、タイファンクを表すためのポインターでしょうね、きっとね。これ、それを指すようにしていると。もしかしたら、その関数ポインターは関数っていう型があって、そいつに対してポインターを定義するっていう、いわゆるその、やっぱりこれもリンクリストで接続することによって、関数ポインターっていうのを表現するみたいな感じで導入するのかなって、ちょっと考えていたりもします。これはファンクタイプという、関数で、なんだろうな、リターンタイプ。
わかんないですね。ちょっと見ただけではよくわからない、何のために使うか、まあすぐわかると思います。ので、見た感じ結局のところはドットネットにはあまり関係なさそうなので、これをそのままコピペで持っていきます。CC ですね。はい、これをそのままコピーします。じゃあ、次いきますかね。次は、トークナイザー、あれですね、しばらく変更加わってないですね。次、まあ、パーサーかタイプかですけど、タイプが先かな。タイプ先に見てみます。で、タイプにさっきのよくわかんないって言ってたファンクタイプっていう関数が追加されていますね。これはタイファンクノードを生成するもので、リターン対に、引数で指定されたリターン対を指定する。いや、ノードとして作るもの自体は分かるんだけど、これを何、この結果を何に使うのか、やっぱりちょっとこれだけではよく分からないですね。それだけ。ああ、そうなんですかっていう感じですね。タイプ C についてはそれだけですね。じゃあまあこれをコピペで持ってきますか。ポインター2の次ぐらい。タイプのポインター2の次、ここですね。こういう感じかな。はい。じゃあこれでいいと思います。じゃあ次はパース C ですね。パース C でデクルスペクトデクラレーターという前方参照があって、それからここですね。新たなルールが作られているのかな。タイプサフィックス。そうですね。新たに追加されていますね。タイプサフィックスとは、カッコ、カッコ、あ、じゃない、カッコじゃない。カッコが存在し、ファンクパラムズが0個以上存在する。関数の、引数群のことを言ってるってことですね。カッコ消化して、カッコ閉じるまで、カッコ閉じるまでカッコ閉じるまで飛ばして、で、ファンクタイプのタイプ、このタイプ、タイプは引数から来る？じゃあ単にこれカッコを読み飛ばしてる感じですね。ファンクタパラムズはどこに行ってしまったのかよくわからないけど、呼び出し方にあれがあるのかな。このすぐ下ですね。デクラレーターは、アスターが0個以上存在してアイデントで、タイプサフィックス。デクラレーターってもともとは、これですね、ここですね。もともとの実装は、イントアスター A とか、イントアスター B みたいな、その変数宣言をしてるところですね。そうですね。で、ここで、ポインターの、ポインターというか、アスタが存在する分だけ、その型のポインターとして、定義を、こう、なんていうのかな。トークンを、コンシュームしている。トークンを消化していって、で、まあ、それに合わせて、作らなければいけない型のポインターのポインターのポインターのみたいな、そういう型を生成して、で、最後に、変数名ですね、変数名が来てることを確認して、でそれらのチェックが通ったら、その結局、生成できたその型を、型の名前は何、トークン、ああそうかそうかそうか、そのでイントアスタ ABC って書いた時のそのトークンを参照できるように、ここのネームに保存しておいて、まあ実際にはこれ関数、あ、じゃあ変数名を指してると思うんですけど、そしてトークン、結局出来上がったそのトーク、いや違うな、
消化したトークンの次のトークン、つまりイントアスター ABC だと、その ABC の次のトークンを返しているっていう感じですね。で、得られた最後に返している体は、結局そのポインター型、まあ、またはあのポインター型じゃないかもしれないですけど、イント ABC みたいな感じで、イント型なのかもしれないですけど、その要するに体を返している、体へのポインターを返しているっていう感じですね。だから、これ全体を通して、これを呼び出す手前で、すでにそのイントまではあの判別していて、で、そいつに対してポインターの宣言があれば、要するにアスタアスタって書かれていれば、そいつらをポインターに変換して、で、必要な情報をセットして返しているという感じですね。それが、それがどうなったかというと、ここでもともとは、タイは、タイプサフィックス、つまり、ポインターのポインターのとかいう感じで、今タイには、そのポインター型を示すタイが入っている。それでタイサフィックスを呼び出す。トークンはすぐ次を指すようにしている。TK アイデントの次ですね。つまり変数宣言のその ABC って名前の次のトークンを指している。で、その状態でこれが呼ばれて、ああ、なるほど。だから、イントアスター ABC、まあ、イント ABC かもしれないけども、なんかそういうふうに書かれたら、そこまでだったら、まあ、ABC という変数の宣言なんだけど、そのすぐ後ろで、カッコが始まると、変数宣言ではないですね。それは、関数ですね。関数の宣言だと思うんで、なので、カッコ閉じるまで存在することを確認して、そして、元のその、型ですね。戻り値の型と言っていいのかな。そうだ、戻り値の型に相当するのか。戻り値の型に相当する、型からファンクタイプを作る。このファンクタイプ関数で作るってことですね。ああ、なんか分かった気がします。それは、タイプ C のこれですね、ファンクタイプですね。これ、ああ、だからリターンタイプっていうのは本当に戻り値の型って意味ですね。ああ、なるほど。で、ここで、タイプ構造体を生成して、で、タイファンクに設定して、で、リターンタイフィールド、戻り値の型フィールドですね。ここに、この引数の、戻り値の型を入れて、それで、関数型っていうとなんかちょっと違うものなので、関数の型との生成ができたので、それを返してるってことですね。なんかちょっと想像と違ったけど、なるほど、そういうことですかと。これを関数の型と見なし、いいか、いいですね。ちょっと C 言語とかに染まってると、関数の型ってポインター型でしか存在できないんじゃないのみたいにちょっとなんかそんなこと思ったりするんですけど、純粋にこれは関数の型だけを表していて、関数のポインターかどうかはここでは何も扱ってないですね。なるほど。まあこいつに対して、ポインター2かなを呼び出せば、そうすれば関数へのポインターみたいな感じに扱えるような気がします。まあ今後やるのかもしれないですけども、はい、ということで、パースで扱ってたさっきの部分は、結局、ここでやってるのは、タイプサフィックスというのは、int abc とか、普通の変数宣言、それから int asta abc みたいな、ポインター型の変数、ローカル変数宣言、それとも、関数の宣言、int abc、カッコ閉じるみたいな宣言ですね。そうだ。今回ではまだ関数宣言でも引数が n 個っていうのを1個以上の引数っていうのをサポートしてないですね。ゼロアリティなので。だからこのカッコはもうカッコ閉じるまで読み飛ばす。まあ読み飛ばすだと中に何か書いてあってもいいのか、スキップが読み飛ばしたかどうかちょっとあれですけど。っていうことかなっていう気がします。まあ良さそうですね。なんか、
本来この連載は UECC の内部実装にはそんなに深入りしないって話をしたんですけれども、この関数の呼び出しで前回も結局1時間半ぐらいまで喋ってたんですけど、ちょっとその要するに CIL ですね、ドットネットの CIL の構造に合わせて何かしなければならない可能性があるので、ちょっと細かく中身まで見てます。まあ結局今見た感じ、特にここにパーサーについてやっぱり影響なさそうだなっていう気はしてるんですけど、なのでまあちょっと今詳しく見てるわけですね。それでファンクション、なるほどというのは今ちょっとこの中は見てないですけど、このパースですね、パースの先頭でファンクション構造体の殻のからの変数を用意して、で、まあ、よく上でもよく使ってるテクニックなんですけど、そいつのその先頭を現在の関数構造体へのポインターってことにして、そいつを N 個処理させるみたいなことをここで やってるんですね。カーノネクストを見るとそのシブリング、つまり兄弟のその、まあ、弟分みたいな横の方に追跡していくんですけど、それらは要するに、パースしたとき、パースを呼び出したときにこれをやるので、一番こうソースコードの階層化構造では一番ルートというか一番上の構造に対してその兄弟を見ていくっていう感じになってるんですね。これは何を意味しているかというと、まさにこれで int main っていう関数と int lit32 っていう関数はこのソースコード全体から見ると一番親要素に対して2つの関数が定義されている。だから、これ兄弟の関係なんですね。階層構造ではないので、ここで一番最後の、どこ行った？すいません。ここで、その親を兄弟をこうぐるぐる回して見ていって、兄弟がなくなるまで消化しているということですね。ああ、なるほどと。良さそうですね。良さそうというか、まだちょっとコード時点で一体どうすればこれを実現できるのかって全然想像できてないんですけど、とりあえずパーサーとしては問題なさそうな気がするので、例によってこれをそのまま、コピペで持っていきます。まず、場所がここです。あ、違う。これ、ギットクラケン。パーサーの、ここにます、入れます。入ってないぞ。あ、なんか変なのがあった。違う。こうかな。デクラレーターちゃんと3つあるよね。そうですね。細かい用語の違いですけど、確かにせやなって感じですけど。タイプサフィックス、デクルスペックの次、タイプサフィックス。デクルスペックの次ですね。ここ。ここに入れますと。タイプサフィックス、デクラレーター。で、デクラレーターはこの新しい実装になるから、これ古い方はいらない。で、デクラレーションがある。デクラレーター、で、デクラレーションですね。はい。それから、一番下かな。パースの手前ですね。こうですね。プライマリーの次。ここだな。こういう感じですかね。はい。じゃあ、パースはこれでいいかな。なんか、エラーっぽい何かが出ているが大丈夫かな。VS コードの上でエラーが出たところで、
ちゃんとVS コードで認知できるビルド環境を整えていないので、まあ、エラーとはいえっていう、エラーって感じですけど、これエラーじゃないのかな、変更だけ、あ、そういうこと、あ、じゃあまあいいかもしれない。はい、すいません。じゃあ次、コードジェンに行きますね。いよいよですけど。コードジェンでは最初に、カレントファンクション、現在処理している関数のポインターを保持する変数があって、忘れないようにコピーしましょうか。いつも上の方にあるんです。コピーし忘れるので。まず、デプスとかアグレグは、CIL では必要なかったので削除しちゃったので、ジェンエクスペッションの上にあればいいってことなので、こうですね。ああ、まあ、場所的にはこうかな。それから、これはなんだ ?ND リターンするときには、あれですね、今までは、そのソースコードの一番下に、アンスコリターンっていうラベルを作ってあったので、そこへジャンプすれば、まあ、その直後にリットオープコードがあるので、それでリターンして終了という形だったんですね。それを%s というのを指定するようになっていて、これが何かというと、現在の関数、今、配置したスタティックなグローバル変数ですけど、こいつのネームのラベルに飛ぶ。ああ、なるほど。これは、ガス、グニアセンブラというか、まあ、大抵のアセンブラ、普通のアセンブラそうですけど、ラベルはもちろん指定できるんですけど、そのラベルってもう、ソースコード上で、1位である必要があるんですね。なので、このチビ CC で、このコードジェンを動かすと、一つのソースコードにブワーって、まあ、もしたくさん、関数のボディがある場合、ブワーって出力されるんですけど、そうすると、今回、複数の関数を定義できるようになったから、その複数の関数のボディも複数あるはずなんですね。そうすると、それら全てについて同じ名前の、そのラベルがついてしまう。元の実装だと多分 .l.return っていうラベルがいくつもこう出力されてしまうので、それだと1位になっちゃう、1位ではなくなってしまうので、多分なんかガスにかけるとエラーが出ると思うんですよ。で、ここでその、どの関数のその、リターンラベルなのかっていうのをそのユニークにするために、現在の関数の関数名をここの後ろにつけることによって、そのユニークなラベルを想定できるようにしているってことですね。多分これに対応するなんか同じようにラベル付けしているところでも名前をつけるように変えてるんじゃないですかね。あ、これですね。この .l.return で %s で、それは多分 fn が現在の関数を表していて、でそいつの名前を出力するようにしていると。あ、なるほどなるほど。で、なんかここ以外では、このすぐ下の、アサインエルバルオフセッツと、コードジェン本体ですね。コードジェン本体が、違ってるんですが、やってることは、アサインエルバルオフセッツは何だったかっていうと、ああ、そうですね。コードジェンの最初にやっていて、そうか。前やったの、やったやつなんですけど、これは、その関数、まあ、現状はイントメインしかないんですけど、そのメイン関数の中で使われている、ローカル変数の、定義を総なめして、で、そのローカル変数に対応するそのオフセットを、計算しているところなんですね。これをやっておかないと、その X64 のそのスタックフレーム上のどこにその変数に該当する要素が格納されるのかっていうのがわからないので、事前にその計算をするのがこのアサインエルバルオフセッツですね。で、これ CIL に移植した時には、
そのスタックフレームという生々しいものを CIL で扱わないことにしたので、なので、それは CLR に任せる、ランタイムに任せることにしたので、ランタイム上では単にその使ってる変数ごとにそのオフセットが普通になんかこうインクリメントされればいいってことで、ちょっと簡略化されて実装されたはず、実装したはずです。まあそれに合わせてここを直せばいいのかな。これが、今まではその、イントメイン1個だけだったのが、その N 個存在できるようになった。関数が N 個存在できるようになったので、その関数ごとに、計算をするようにすると。ごちゃ混ぜにしちゃうとまずい。それは、イントメインとイントフーの2つが定義されていたとして、そこのそれぞれの中で使われているローカル変数っていうのは、それぞれ独立して扱われなければならないので、この方でぐるぐる回しているところでは、それぞれ個別に計算をしてますね。オフセットはそれぞれのその4、つまりそれぞれの関数定義の中で、そのオフセットが0から始まっていくつみたいな感じで計算しているので、まあそれを踏襲すればいいということですね。なるほど。そして本体のコードジェンの方も、N 個の関数に対応するためにやっぱり、ファンクション構造体へのポインターを N 個回すような感じになっていて、それぞれに、ボディを出力するっていうふうになってるんですね。で、今まではそのボディは、1個しかなかったので、そのコードジェンに入ってきてアサインエルバルオフセットをやった後はすぐに、CIL のヘッダーコードを、まあね、直書きでバーンって出すような感じしてたんですけど、そこはこれに合わせて変える必要がありますね。複数の関数が定義できるように、それぞれにドットエントの CIL だと、ドットメソッドディレクティブになると思うんですけど、それを N 個出力するっていう感じになるってことですね。あとは一緒かな。それでそのこのリターンのラベルですね。違う、このリターンのラベルは、CIL ではやらなくていい。より正確には ILASM ではやらなくていい。なぜかというと、ILASM がその、メソッドごとに、あとラベルはメソッドごとに定義できるっていうふうに制約があるというか、まあ、そういうふうにしてくれてるので、別に重複を意識する必要はないんですよね、他のメソッドとの。まあここ面白いところで、そのもちろん X64 のようなそのアセンブラ、普通のネイティブのアセンブラって指定されたラベルになったらどこにでもジャンプできるですよ。アーキテクチャの制約があるみたいな、なんかちょっと変わったやつだと別ですけど、普通は指定されたラベルにジャンプすればできるので、とある関数内で動いているのにいきなりジャンプで全然違う関数の中に飛ぶこともまあ不可能ではない。その後の動きはたことかっていう話なんですけど、でもドットエントのその CLR、ランタイムはそれ許されないので、関数から別の関数にいきなり、別の関数のボディの途中にいきなりジャンプするなんてことはできないので、まあ、アーキテクチャ的にそれが制約として現れてるし、ILASM のシンタックス的にも、そのラベルはそのメソッドごとに、1位であればそれでいいというようになってるわけですね。だから、ここの部分は、ドットネット的には別に、こう、なんか関数名とかラベルで出力しなくても常に固定で、あとドットがダメだからアンスコにしましたけど、アンスコ L、アンスコリターンっていう名前でいいっていうことになりますね。よし、これで移植の方針はだいたい固まったので、じゃああとはやっていくかっていう感じですね。上のこの、カレントファンクションはそういう意味では使わないはずですけど、まあとりあえず残しておきますか。なんかこの後の、なんだ、コミットの移植で、もしかしたらこれを使うことがあるかもしれないので、まあ、これはまあこのまま残しておきましょう。で、NT リターンのこれは今説明した通りで、ラベルはそのメソッドごとに、ユニークであればいいので、多分これは実装する必要ないですね。現状の実装のままでいい。そうすると、まあ、ここだけですね、移植するの。じゃあやっていきましょうか。細かいパターンを考えると、なんかこの辺の移植なんか簡単そうに思えるけど難しいかもしれない、簡単に終わるかもしれない、わかんないですやってみます。
ラベル出力してる場所っていうのはどっかにあったかな。これですね。BRL、アンスコエル、アンスコリターンっていうふうに今ジャンプしてるけども、これをユニーク、完全にユニークにする必要はないので、これはこのままでよい。で、次、このアサインエルバルオフセットですね。これが、今はメイン想定してるだけだったのを複数の、関数を想定するように書き換える必要がある。まあでも、基本的には4で回してゴニョゴニョって話ですね。で、まずは単純に、4でこういうふうに囲い、やることって、FN を使うようにしないといけないぐらいかな。でも、ここで使ってるのは結局、ローカルズを回すのと、スタックサイズの設定に使ってるだけですね。これかな。もともとはプログから来てるんだけど、それは、ファンクションが N 個連なってる可能性があるので、FN の方を見るように変えると。FN。それからこいつもですね、FN 現在の関数のスタックサイズを設定するっていうふうに変えます。いいですね。あ、こんだけか。本当か。本当かい？本当かい？次は、コードジェンの、アサインエルバルオフセツを呼び出した後の出力ですね。で、ここは、お、なんか間違えた。何か変なことやってしまった。あ、よしよし。で、これは、最初は、このアセンブリーテストっていうのは、本当にその、なんか ILASM の最初に、その、今から出力するアセンブリーの、こう、ヘッダー情報をここに書くことになっているので、これはまあ、1回だけ出力すればいいから、まあ、ちょっと、ここと下を切り離す必要はまずありますと。それから、前回前々回で悩んで結局こうしたみたいなのの、その、呼び出し規約ですね。このチビ CCCIL の呼び出し規約と言っていいのかどうかわかんないですけど、それの一つとして、なんだ、クラスの中にその、関数定義に対応する、スタティックなメソッドが N 個あるみたいな感じのことを想定しているので、これは、出力するアセンブリーにつき1個しか存在しないクラス C ですね。っていうことを想定してるので、これもなんか1回だけ出力すればいい。まあ、区切るとこういう感じですね。で、まあ、ここもわかりにくいので、ちょっと、区切っておくと、こういう感じかな。括弧閉じる。うん、そうですね。これでメソッドで、それで、これで、クラス閉じるですね。だからこういう感じですね。で、さっきの L リターンはこれでこのまま固定でいいからいいと。で、じゃあ4はどこで回すかというと、メソッドが N 個出なきゃいけないので、ここですね。ここに入れて、ちょっとでかすぎるので戻します。すみません。これで、メソッドの出力はここまでなので、こいつちょっとインデントして、で、ブロック閉じるとやると、これが、N 個もあるわけですね。このブログから始まって、ネクストで連なるシブリングを全部列挙しながら、このドットメソッドディレクティブから始まるボディをダーッと出力していくと。いいですね。ブログがここから来てるから、こいつからスタートしてってことですね。大丈夫ですね。で、参照するのが、今までブログだったところは FN に変えないといけないので、これと、これと、それからこれですね。ファンクションのボディ。この3つを変えればいい。よし。そして、最後問題がありますね。これです。このドットエントリーポイントというのは、そのアセンブリーに1個だけ定義する必要があって、まあ、また0個ですけど、それはまあ、要するにメイン。アセンブリーにエントリーポイントが存在する場合に、そのエントリーポイントを識別するための、疑似ディレクティブですね。なので、これは、いわゆるメイン関数にしか定義しちゃダメな。で、
これ C 言語のコンパイラーとかってメイン関数って割とその認識にシンボルの認識については特別扱いしてるなっていう感じはするんですけど、 VC もそうだったし GCC もそうだったような気がするんですけど、あと特別扱いしてるというのはそのメインのその引数がこれはちょっとILASM のアセンブラーなんであれなんですけど、int argc カンマキャラアスターアスターアーグ v みたいな感じのそのシグネチャーが指定されてるかどうかってコンパイラーがチェックするんですよ。そういうシンボルがあると、つまりメイン関数っぽい何かがあるとちゃんとメイン関数の定義をなしてるかどうかって特別扱いしていて、でもまあ今特にチビ CC では、まあ、今までエントリーポイントというのは固定的に出力してたけど、その処理については何もやってないんですよね。で、まあ、結局何が言いたいかというと、ここにそのスペシャルな何かを入れてしまっていいんだろうかっていうちょっと一番その不安はあるんですけど、でもどうしても何か判定をしないと、これがメインだっていう判定をしないと、これはこのエントリーポイントっていうのは出力できないので、まあやるしかないですね。まあやったとしても if 文だけで、if 文だけでいけるはずなので、まあそれでいいかってことにしますか。書いてみるとこういうことかな。fn のネーム、で、これがストラコンプとかなのかな。ちょっと C 久々な感じ、本当にそうだっけって感じはしますけど、メイン、これもうめちゃくちゃいい加減ですけど、こういう感じ。これストラコンプはあれかな、0と一致するで見ないといけないかな。こうですかね。これは、何がいい加減かというと、関数名だけ見ていて、関数名がもうメインだったら、それはもう間違いなくそのメインのエントリーポイントだと見なすってことですね。メインと書いてありながら実はなんかメインじゃないみたいな可能性があるかって言われると、ライブラリでなんかメインとかいう関数とか定義されたとして、でもそれライブラリだからなんか実行できないみたいなシチュエーションはあり得るかもしれないけど、こんなマニラらしいことをする人いるかね。それはギルティーのような気がする。まあ、ギルティーって言っちゃったけど、別にいかんって話じゃなくて、できるだろうけど、まあ、なんというか倫理的にダメやろ、それが、みたいなのはちょっと思うので、まあ、とりあえずこういうことにしておきますか。もしかすると、そういう、メインのそのシグネチャが妥当かどうかというチェックを、チビ CC も後でやるのかもしれない。やらないかもしれないですけど、ちょっとわかんないですけど。ので、まあ、もしそういうことがあったらね、そういう時に改めて、なんかもっと詳しくチェックして、それに合致するんだったら、おそらくコンパイラーとしては、チェック OK ってことになるし、NG だったらなんかエラーを出すだろうし、じゃあそれで OK って触れたところに、それドットエントリーポイントを出力するみたいなコードにすればいいと思うので、まあまあ、とりあえずこんな感じにしておきますか。まあ、ちょっとそれをコードジェンで判断するかどうかわかんないですけど、パーサーで判断するかもしれないですけど、もしかやるとすると。はい。というちょっと悩みはあるんですけど、まあとりあえず今はこれでいいんじゃないかなという気がします。だから、まあ、メインが、ネームが、この関数のネームがメインという名前だったら、エントリーポイントと出力すると。それ以外だと、エントリーポイントというのは、出力されない。ということで、いいんじゃないかなと思います。この、前年回またこの MAX スタックのこの数字どうしようって見るたびにちょっと思っちゃうんですけど、まあ、それも、まあ、ちょっと今はやらないことでしょう。これでいいかな？良さそうかな？なんか今ちょっと気になってた。そうだ、いかん。この、関数名。これ、なんとかしないといけないですね。なるほど。ちょっと、微妙な感じのものがありますね。もう一つ大きいのが。まずこれは、
名前出力しないといけないですね、その関数の名前を。例えば、パーセント %s みたいにして、で、ここに fn ネームと書けば、そうすれば関数名が、s、fn ネームかな。で、こうすれば、関数名がここに出力されるので、おこれでいいじゃないかと。あ、そういえばでも、我々は、その、なんだ、このチビ CC の ABI として、参照可能な関数名の先頭にアンダースコアをつけることにしていたので、こうしないといけないですね。いいよな、これでいいはず。どこだったっけ、それすぐこれですね。うん、あの C という名前の、クラス名に、アンスコ関数名という名前の関数が定義されているということを前提にしているんですね。なので、そういうふうに、名前を出力する必要があります。まあ、整合性が取れてくるのは嬉しいですね。で、もう一つあって、この引数なんですけど、今までメインだったので、当然のようにまあこんなふうにアーグスとか言って書かせていたんだけど、今、その関数の引数って今回ゼロアリティだから何もない、定義がないし、あのパーサーもそれ情報も何もくれないんですね。だからまあここに本来はその、固めで オプションとしてそのなんだ引数の名前があの書けるようになってるんですけど、これ出力できないので、こう削ると。で、そうするとなんか CIL 的にどうなのって、要するにあのメインのエントリーポイントだったら引数全くあの書かなくてもそれはなんかちゃんと呼び出せるのって話になるんですけど、これ多分できるはずで、ロズリンがあの C シャープのコンパイラーが確か何もしてないはずなんだけど、C シャープであのメインのエントリーポイントを書く場合は、引数はストリングのその配列を受け取るか、または、引数が全く定義されてないかのどちらでもよかったはずなんですよ。で、多分それについて何もあの修正を加えることなくあのコンパイルして、で出てくるアセンブリもやっぱりなんか引数がない時にはなかったような気がするんですね。ないまま通ったような気がする。まああの C シャープのコンパイラーの場合はね、逆にあのここあの戻り値もボイドにすることもできて、その場合は値を、まあ、C シャープ的にはもちろんあの型システムでチェックして、その戻り値がないって状態になるんですけど、それも許されてたような気がするんですよね。なので、でもそれってあれだよね、なんか評価スタックに値積むか積まないかっていうすごい重大な違いがあるのに、それでうまくいく、どちらでもうまくいくっていうのは CLR がなんかシグネチャーの面倒を少し見てるってことですかね。エントリーポイントちょっとどこでそれをやってるかっていうのはよくわからないですけど、多分あのロズリンは何もやってないような気がします。書かれた通りに出力してるような気がします。で、まあそれ今のは余談で、チビ CC に話を戻すと、まあこれでいい、そういう背景があるので、引数なしでも多分ビルドは通、あの ILASM のコンパイルというかアセンブラ通って、で、元位置イント3に入れよいと。だからまあこれでいいんじゃないかなという気がしますね。シグネチャーちゃんとなっている、それから、エントリーポイントの出力はメインだけ行う。で、あと、L リターンは、そのメソッドごとに1位だから別に名前を後ろにつける必要はない。うん、いいような気がしますね。よし、じゃあ早速試してみましょうか。そう、なんかいちいちなんかメイクとあのテストを分けて実行してたけど、まあ、あのメイクなので、ね、あのちゃんとやるよねそれはっていうのに途中で気がついたので、メイクテストでやります。果たしてここだいぶ長くなってきたよな。あー、なんか出ました、ダメっぽい何かが。これなんだ、
アンハンドルエクセプション、システムミッシングメソッドエクセプション、メソッドノットファウンド。おう。あ、あーなんか嫌なことに気がついてる。それの出力はこれですね。これ、中を見ると、あ、いいですね。int3 に ansco_main というメソッドが定義されて、そいつには .entryPoint とついてますね。で、ここで、cled3 に呼び出してる。これちょっとテストコードをもう一度見直すと、これですね。メインの、中身というのは、リット3人という関数を呼び出すことになってますと。で、リット3人はその後ろに定義されている。なので、ちょっとそれを見ると、このすぐ後ろに、ansco_lit3人というメソッドが定義されている。だから、ここまでは想定通りでいいですね。そして、ドットエントリーポイントもちゃんと出力されていないので問題ない。で、32という値を入れて、戻りますと。何がいかんかっていうと、これなんですよ。って感じです。これ、そうか。ILASM は、コールするときのその対象にアセンブリ名を指定しなきゃいけないんですけど、今までは、テスト用の、ソースコードですね。このテスト 2H ってやつですけど、こいつのそれぞれのメソッドを呼び出すことしかやってなかったので、なので、当然そのアセンブリー、テンプ2しか想定してなかったから、固定的にこのテンプ2をここに出力してたんですね。なんですけど、これ、自分のそのアセンブリーのリット3人を呼び出したいので、これじゃダメなんですよね。強いて書くなら、このアセンブリー今まあテストっていう名前で出してるんだけど、こうならないといけないってことですね。やばいな。これやばいですね。なるほど。で、結局、これは、ここのコールの、この対象、オペランドをどうやって出力しようかって、前々回ぐらいだったかな、なんかやったときに、ここ悩んで、今は固定に しときますって話をしたんですけど、まあ、この辺の名前空間も悩んだんですけど、これのことですね。で、その時に説明したのは、その対象のアセンブリというのを、検索する必要があるけど、CBCC の内部実装からそれやるのは非常に厳しいという話をちょっとしたと思うんですね。その通りなんですけど、どうしようかな、これ。包括的に対処する方法というのは一応考えてあって、それは何かというと、そもそもその CBCC みたいな、まあ GCC とかもそうですけど、それがそのシンボル解決をするのは、そのコンパイラーの役割ではなくて、リンカーの役割なんですよね。LD の役割で。で、なので、やっぱり CBCC でそういう、参照するアセンブリを見てみたいなことをやるのは不毛だと思ってるんですね。なので僕が考えていたのは、そのチビ CC 専用のアセンブラ、今 LDASM も使うことでやってるんですけど、そうじゃなくて言うなればチビアスみたいなものがなんかいるかなって。で、それはほぼこれと同じような構文で、まあ全く同じを目指してもいいかもしれんけども、なんかこういう構文で、それでいて、そのここに書かせるものはそのアセンブリを指定しなくても名前解決できる。まあどうせそこまでやるんならね、なんかこうやって書けるようにしたいですよね。こんな感じで書けるようにしたいんですけど、なんかそういう要するにチビアスみたいなものを作っ
て、でそのチビアスを起動してリンク作業というか、まあ、そういうのをするときに、そのこの名前空間とかそのアセンブリ参照とかそういうものを解決して、で出力するというようなことをやってやる必要があるんじゃないかなって気がしてたんですね。方法の一つとして、まあ、そういう方法があるかなと。さあ困ったな、それ今からやるのかよって、もうちょっと先かなと思ってたんですよもしやるとしても、し、今もうちょっと先の間にもうちょっといいアイデアが浮かぶかもみたいな感じでちょっと保留しとこうかって頭の中で思ってたんですけど、一番重たい、ちょっと今までで一番重たい課題ですね。どうしようかな。テストとして通すんであれば、コンパイル単位内での参照ってことであれば、なんかそのノードをファンクションを探索して同じ名前があったら、その自分のアセンブリを出力するみたいなコードは書けそうですね。そうすればかなり限定的ですけど、その同一コンパイル単位内で定義される関数への参照があったら、ここの名前をその固定的にこの、まあ、これで言うとテストっていう名前にすればいいと。まあ、それにしてもね、なんかテストコードの方を見る、このテンプ2、それ以外はテンプ2みたいな名前なので、もうめちゃめちゃハードコーディングですけど、まあとりあえずそうしようかな。ちょっとね、要するに ILASM のチビ CC 版、チビアスを作るっていうのは、アセンブラ作るのとか思ってる人も多分いると思うんですけど、僕もそんな感じなんですけど、うん、まあ網羅的じゃなくてもいいと思うんですよ。要するにチビ CC で想定されることが満たせられればよくて、なのでなんかこれも本当はその ILASM としてはこの辺のすごい細かい属性指定とかなんかそういうのあるんですけど、もうそういうの無視でもいいし、例えばカスタムアトリビュートを指定するための構文だとか、もういろいろ結構複雑な構文規則というか構文があるんだけど、もうそういうの全部無視でいいと思うんですね、固定的で。なのでいわゆる ILASM を作るってほどの難易度ではないとは思うんですけど、それにしてもねって感じもするし、まあなんかパーサー書かなきゃいけないのが嫌ですね、なんか喜んで書く人たちいるんだけど、僕はそういう風ではないので、なんか嫌だよなって、まあ、クラスこの辺の定義も完全に固定でいいから、チビアス作る時もこの辺のことは固定でいいし、うん、この辺もそうですよね、まあ、全部パブリックってことはないかもしれないですけど、いわゆる C 言語でいうスタティック関数とかだと、ここはプライベートとかにした方がいいかなって気がしますけど、それにしても、まあハイドバイジグとかね、もうこの辺もいらないし、 CIL とかもマネージドとかも、まあ要するに固定に相当するのでいらないんだけど、もう一つそのチビアスが必要だなと思っている理由付けがもう一つあって、それはデバッグ情報が出力できないんですよね。ILASM 自体はそのデバッグ出力ってあるんですよ。その PDB とか出るんですけど。なんですけど、それはあくまでもこのアセンブリファイル、このファイルに対してのデバッグ情報なんですよね。だから、例えば、この、今ここの行、LDC-I43 っていうやつ、これを ILASM でこのソースコードを、アセンブルして出力するときに、そのデバッグコードを添付できるんですけど、それで出力された情報の中には、これの元になったソースコード、ここで言うとその GBCC がコンパイルした C のソースコードへの参照ではなくて、この出力したアセンブリファイルへの参照なんですね。でそれを多分ね、毎回やったかな、なんかデバッグするとどうなるかっていうと、
あの C シャープからそれ読んだんですけど、 C シャープからステップインとか言ってやると、そうするとこのアイルアソムで書いたアセムラのソースコードが表示されて、それでここにステップインするんです。で次ステップオーバーってやるとここに来る。でこれでステップオーバーになると抜けて C シャープのソースコードの方にそのデバッカーの表示が映るみたいな、なんかおおって感じなんですけど、そういう風になるんですよね。いやでもそれは GBCC からすると望まれた動きではなくて、 GBCC 的にはなんかこの LDC イオン3っていうのに該当するその C のソースコード上でデバッグしたいわけですよ。だからなんですけど、あのアイルアソムではその情報を出力する方法がないんですよね。でGBCC はどうなってたかっていうと、その辺だけちょっと調べたんですけど、だいぶ後の方で、ガスにその現在のそのソースコードの、行位置を出力する疑似命令というのがあって、そいつを出力することでなんかデバッグ時に参照しようとしたら、実際のその C のソースコードの何行目、123行目みたいな感じで、あの指示が出せる。で、それ見て、そのデバッグはそこの行を表示するみたいな感じにできるんですけど、アイルアソムなんかどうもなさそうなんですよね、それ。なので、あの、不可能ということになったんですよ、僕の中では。いや、もしかしてその情報がない何か特殊なディレクティブがね、ドットなんとかで書けるのかもしれないですけど、ちょっと分かんなかったです。なので、そういう意味でも、あのチビアス、要するにそのデバッグ情報がちゃんと出力できるようなそのアセンブラっていうのも必要だなっていうのを思ってたんですね。順序逆だけど、まあ実はそっちを先に気になってて、なんかそれ調べたらなくて、ああ、これはチビアスを作らなきゃいけない流れかみたいな感じでちょっと思ったんですけど。なので、そういう意味でもチビアスはどちらにしろ必要だけど、まあでもその、あのデバッグの問題、デバッグ情報を負荷するっていうコミットがどっかにあるので、それをやる頃にまでにできればいいかぐらいで考えたんですけど、なんか今のこれと合わせるとやっぱりチビアス必要だよね、しかも今すぐみたいなちょっとねそういう感じなんですよね。まあそれ別途進めようかと思っていろいろちょっと調べ始めてはいたんですけど、とてももちろん完成なんてレベルではないので、そうだな、結局話を戻ってくると、そういうチビアスは必要だけど今すぐは用意できないから、これどうしようっていう話なんですよね。今のもう話を戻すとこれですね。ちょっと動画時間がどんどん伸びてしまうので、これですね、今固定的に出力しているのが、あ、間違えた、どこかというと、これですね。ここ。これをどうするかって話ですね。今もうめちゃくちゃ効率悪いけど、先ほど話したように、その関数を、関数名を全なめして、で、あの、こいつで定義されているものであれば、固定的に、自分の、アセンブリ名で、そうじゃなければ添付2というふうに出力するみたいに固定的にそうしますかね。まあちょっとぼーっと考えてても進まないので、じゃあまあもしそうするとしたら、関数名を全なめするためには、ここの引数で渡されてきた時のこのプログが必要ですね。ここから順にあのシブリングを見て、あの兄弟を見ていけば、そうすればあるかどうかがわかる。現在のこの JN エクスプレッションは引数でそれを渡したりとかしてないけど、こうグローバル変数をすごい使うのに抵抗感はあるんですけど、もうしょうがないからそうするか。まず、じゃあ、ファンクションプログを一番上に、これと同じような感じで、スタティックファンクション、パレントプログ、みたいな感じで用意しておいて、で、こ
これですね、コードジェンに入ってきたら、まず、このプログを保存しておくと。グローバル変数に保存しておきますと。で、これでいつでも参照できるようになったので、先ほどの出力のところ、ここですね。ここで、名前、あ、いい。を、ファンクション、fn イコール、プログ、カレントプログ、fn、あ、fn って、fn で終わるんだったかな。あ、まあ、やり方はこれですね。これと一緒。これと一緒、合わせておきますか。こう。うん、こういう感じですね。で、ここがカレントプログと。これで関数定義を N 個回せるようになったので、あ、なかった場合だったか。あ、じゃあこれで、if fn のネーム、あ、じゃあこれもストラコンプかな。ストラコンプで fn ネームが何と一致？これか。ノードのファンクネームと一致していた場合。こうですね。場合は、自分の今現在のコンパイル単位のアセンブリに記録されているはずだから、これをまあ、テストみたいな名前で、アセンブリ参照する。そしてこれブレイクで抜け。ああ、まあ、どの道ここで判定しなきゃいけないのか。最後まで到達すると、FN はやっぱり0になるから、ああ、0っていうか、ヌルか。こういう感じですかね。これダメか。あ、FN、ああ、そういうこと。ああ、はい。うん、なるほどね。そうか、あの、僕、古い人間なので、P の方の、このローカルブロックで宣言された、この、あれですね、ローカル変数のシンボルは、外で参照できると思ってたけど、今参照できないんです。なので、こうかな。で、これで外でも参照できるようになったから、fn が0じゃなければ、つまり、存在してたら、あ、違うな、0だったらですね。0だったら、結局探したけどなかったので、それは temp2 に定義されてるだろうってことで、temp2 とすると。まあ、書き方はいろいろあるとは思いますけど、まあ、これブロックはなんか、こうじゃん。これでいいかな？なんか、これこうするぐらいだったら、こうしますか。こうしときますか。で、ここはブレイクで抜けるだけ。これでいいかな。FN が存在したら存在したってことだから、テストにする。そうじゃなければ、テストにする。うん。良さそう。多分これでいいような気がします。もうちょい早く終わるかと思ったけど、今すでに1時間超えてますね。だいたいね、まあサクサクいけば20分か30分ぐらいで終わるかなといつも思ってるんですけど、お、通りましたね。大丈夫っぽい？ああ、いいですね。メインで、リターンリット32で、イントリット32はリターン32を返す。だからこれ呼び出し成立してるから32が返る。
おお、本当かよって感じですね。ちょっとソースコードを出力したやつ見てみると、おお、なってますね。メインは、エントリーポイントである、それから、コールで、リターン3人を呼び出している、そのアセンブリは自分自身ですね。テスト、まあ、この名前もどうかと思うんですけど、まあ、今あのなんだソースコードをこうコマンドラインから引き継いで渡してるんで、もう何もないからしょうがないですね。いずれやることになると思うんですけど、まあ、こういう感じでいいと。で、リターン3人は、ここで32を入れて返してる。おお、いいじゃないですか。ちゃんと通ってますね。まあ、他のやつも良さそうですよね。まあ、単にそのイントメインに変えてるだけですけど、イントメイン、イントメインみたいな感じで変えてるやつが全部通ると。素晴らしい。アセンブリの指定さえ除けば、そしてそれはすごい重い課題だった。まあ、このコミットとしてはとりあえず移植できたと、まあ、見なしていいかなと僕は思います。はい、じゃあコメント、しまった、まあいいか。ここでドットネットデフィニッションといいかな。はい、保存できましたね。はい、じゃあ次のやつをちらっと見て終わりにしましょう。今日がこれだったので次はこれですね。サポートファンクションデフィニションアップトゥ6パラメータス、同じように、最大6パラメータまでの、関数定義ができるってことですね。でテストコードを見てみると下に追加されてますね。ほうほう、なるほど。この int at2 っていう関数を定義して、その引数は int x int y っていうふうに複数指定できるようになった。まあ足し算数とか引き算するみたいなテストがあって、でそれを引数を伴ってメインから呼び出してそれが成立するかどうかですね。まあこれなんかこうやって書いてあると、まあやっぱりモヤモヤするんですけど、それは何かというと、これ後方参照になってるんですよね。メインからの後方参照になってるけど、まあ今プロトタイプ宣言とかもできないし、まあなんだ、その厳密なその型の一致とか見てないからいいってことになるのかな。ああ、いや、正確にはあれですね、引数とかイントしか想定してないからってことかな。うん、だからまあここに書かれた通りのシグネチャーだと想定して、要するに3カンマ4って書かれたらイントの引数2つみたいなことを想定、暗黙に想定して呼び出すようにしてるから、まあこれでいいだろうって話ですね。その型が一致するかどうかの厳密性はまあもっと後の方でやるんでしょう。で、あ、ユウマジですか。おお、フィボナッチここで出てきた。あー、なるほど。そうですね。if があるし、これで再起呼び出しができる、引数を伴った再起呼び出しができるから、フィボナッチがここで実現する。お、言われてみれば確かにって感じですね。ああ、いや、これはいい。面白そうですね。じゃあ、今日は長くなったので、今回は終わりたいと思います。ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。